この度驚きの食感が発見されました。お、ゼリーなのに桃の食感。インゼリーフルーツ食感、こんなに果実でいいんですか。情報は知ってたけど飲むのは初めてみたいな。情報を引き付けてやってきて解説したものの初めて食べてみたいな感じがいいから。じゃあお願いします。どっちがいいか、そういうことです。これをタミさんにやってもらうとうまいっていう。あ、でもね、でもちょっと惜しい。右手でコントロールするっていう。なるほど、本当だ。なんでわかるの。かすごい、確かに一瞬で今。あ、いい感じじゃないこれ。それで入ればね。すいません、なんかこっちの方がいいかもしれない、はい、なんか全体のレイアウトで見たら、上手です。一回確認しましょうかね。
へこんじゃう。多少、あ、そうですね。あ、肩をちょっと上げるのいいですね。はい。とっても可愛らしい、ちょっとこうファンタジーっていうのかな、な世界観で、きっと可愛らしい CM になるのかなと思いました。お芝居っていうのかな、がなんかこう可愛いだけじゃなくて、ちょっとこうシリアスに、真面目に、クールにとか、そっち系だったので、それがなんか全体的に印象に残ってます。あのゼリーなのにしっかりと桃とか梨の食感がして、あのとっても美味しかったです。小腹が空いた時ですかね、やっぱちょっと甘いもの食べたいけど、なんかこう昨日食べ過ぎちゃったしみたいな、次の日にでも甘いもの食べたいみたいな時とかもいいだろうし、いつでも食べられるゼリーだなと思いました。仕事や家事の合間のリフレッシュや自分へのご褒美におすすめだと思います。宅配サービスで大好きなものをたくさん頼むとか、ちょっと気持ちをこう切り替えられるようなことをしています。休日はカチューシャを割とカチューシャつけることが多くて、この前スーパーに買い物に行った帰りに頭についてないっていうことに気がついて、スーパーに電話したんですけどなくて、もう諦めようと思って諦めてかけたんですけど、3分ぐらいコンビニに立ち寄ったことを思い出して、コンビニにも電話をかけて聞いたところ、あ、ありますよって言われてカチューシャが見つかったんですけど、どうやってカチューシャを落としたのかわからなくて自分に驚いてます。最近でも昔 の飼ってた犬の動画をこう見返す機会がすごい最近あって、可愛かったな赤ちゃんの頃とか、うんってなる時はまあ確かにあります。新生活が始まる皆さん、おめでとうございます。私も仕事を始めた時はとても緊張したことを覚えています。まだまだ不安な日々も続きますが、皆さんの明るいパワーで緊張やプレッシャーを吹き飛ばして毎日をハッピーに過ごしていってもらえたらとても嬉しいなと思います。忙しい時や疲れた時はインゼリーを飲んで気分をリフレッシュしてみてくださいね。